日本陸上競技選手権大会男子2 0キロ女子2 0キロ競歩は毎年2月中旬に開催される陸上競技大会である。現在の開催地は兵庫県神戸市。一般行動を使用するためマラソンや男子5 0トル競歩同様、一般種目の日本陸上競技選手権大会とは別日程、開催場所で行われる。 2014年第97回大会の模様男子、女子 20km 競歩の日本一を決める大会で、その年の主要国際競技大会同種目の日本代表選手選考会としては最も重要な大会である。各国際競技大会の参加標準記録 A を突破した本大会の優勝者は自動的に日本代表に内定する。 1955年代39回大会より男子2 0トル1987年代71回大会より女子1 0トルが実施された。開催地は各都道府県持ち回りとなっていたが、1989年より兵庫県神戸市に定着した。1991年世界陸上選手権対策を目的として、 1989年から1993年までは、神戸市北区の幸せの村園内周回コースで、毎年8月に開催されていた。しかし、アップダウンの激しいコースと真夏の暑さでは、記録が望めず、1995年度から、開催時期を1月に変更し、現在の神戸市東灘区六甲アイランド内、周回コースで開催されるようになった。ただし、 1995年は大会4日前に発生した阪神、淡路大震災の影響で2月に千葉市で大体開催された。1999年第82回大会以降、女子も 10km に代わり 20km の距離で実施されている。2010年より片道 1km の折り返しコースとなり2011年から2月開催に変更された。 現在のコースは起伏のほとんどない平らな走路で2009年時点では男女 20km 競歩の日本記録がここで樹立されている2000年代84回大会の男子 20km 競歩では当時の日本歴代記録のうち1位から5位までが塗り替えられた多くの選手がこの大会で自己記録を更新しており日本随一の高速コースとして知られるまた ジュニア選抜競歩として、ジュニアの部も開催され、将来を見据えた、ハイレベルな争いが展開される。ジュニアの部の参加資格はその年の12月31日に20歳未満で、ある者が対象であり、一般、大学生も出場可能である。その他、2008年までは、ジュニア男子 3km 競歩とジュニア女子 3km、2003年には一度だけ、 選抜男子5 0トル競歩が行われた。陸上競技の日本記録一覧も参照1988年第71回大会以降の男女歴代優勝者記録である。女子は1998年第81回大会まで1 0トル競歩として開催されていた。2007年3月の都半島地震の際、4月に日本陸上競技選手権。 大会50キロ競歩開催を控えた石川県輪島市が被災。兵庫陸上競技協会は1995年に阪神・淡路大震災のため本大会が千葉市で大体開催された時の恩返しとして、すぐさま六甲アイランドを大体開催地として名乗り、こうして2007年度日本陸上競技選手権大会50キロ競歩は4月15日。 六甲アイランドで開催され、12年越しの恩返しが叶うこととなった。ありがとうございます。